自由の女神。皆さんこんにちは、長岡 HR420 ももすけです。今日はですね、八重洲無線スタンダードホライズンのこの SR100、 先日からお借りしてレビューをしていますが、今日はシンプレックス単身での長距離更新をするとどうなのかなっていうのをチェックしてみたいと思います。これだけでね、更新してもいいんだけども、今日は既存のスタンダードのモデル、それと、特徴の世界では性能がピカイチと言われているアルインコの特徴機、このそれぞれとこのスタンダードホライズン SR100 を比べてみたいと思います。どうかな、この短いアンテナでね、どれぐらい頑張ってくれるのかなっていうのが注目です。それでは行ってみましょう。はい、そうか、もう撮ってるのかな、もう撮ってるんですか。何も撮ってないですよ、まだ。はい、まだ何も撮ってません。どうぞ。はい、到着しました。どうですか、若干落ちるかな。音質の差とかもね、あるのかもしれませんが、はい、よく聞こえております。もう一回してますかね。アルインコのリンクでどうぞ。FTH107 で受信中です。ちょっと喋ってみてください、どうぞ。はい、ということでテストしてみました。思ったよりね、やっぱいいね。今までのスタンダードの、FTH107 とかね、FTH307 に比べればかなり良くなってる。今まで正直ね、いや S の特徴はちょっと僕らの遊びでは使えないなっていうイメージだったんだけども、これだったらね、全然長距離更新狙えると思います。ただじゃあ1台目の特徴買おうって言った時にはちょっとまだおすすめできないかな。やっぱりですね、絶対的な更新距離、送受信性能は、アルインコのロングアンテナモデルに軍配が上がります。はい、さっき比べたアルインコの DJP23L を、感度が100とすると、こいつは90ぐらいかな。90ぐらい。FTH307 は60とかね、65っていうレベルなので、それから比べればね、だいぶ良くなったと思います。ロングアンテナの iCOM IC4300L と同じぐらいの感じはあるんじゃないかな。なので、アルインコのロングアンテナモデルは100、この SR100 とか、iCOM の 4300L、 これは90ぐらいな感じになってます。なのでこのサイズのアンテナにしてはかなり頑張ってると思います。これロングアンテナモデルが出たらね、絶対に買いだと思うな。ぜひぜひぜひ、ロングアンテナモデルを出してください。八重洲無線さん、よろしくお願いします。以上、長岡 HR420 ももすけでした。バイバーイ。登録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 、こういう感じ。